何ですかあ、私のハンカチ。拾ってくれたんですね。ありがとうございます。お、あ、昨日の、同じ電車だったんですね。おはようございます。お兄さんいつもこの時間なんですか早いですね。お疲れ様です。 うーん、眠…あ、おはようございます。ちょっと寝不足気味で。おはようございます。すみません、隣座ってもいいですかちょっと体調良くなくて…おはようございます。あ、はあ、今日は大丈夫です。 テスト期間だからちょっと夜更かししちゃってて。でも今日はたくさん寝たので。おはようございます。今日からテストなんです。<laughs> 部活ないからリュックペラペラでしょおはようございます。えテストの出来ですかうーん、赤点はないと思います。多分。 今日でテスト最終日なんです。うん。頑張ります。おはようございます。今日から通常授業だから、バッグ重いなー。教科書と部活用品が入っててー。あー、いや、ナンパとか間に合ってるんで。ちょっと、聞いてますやめてください話して あ、お兄さん。ごめんなさい。ありがとうございます。部活終わり電車待ってたらナンパされて、断ってたんですけど、向こうがしつこくて。助かりました。本当にありがとうございます。おはよう、お兄さん。いや、イメチェンっていうか、髪の毛染めただけだけど、似合ってない <laughs> ほんとやった嬉しい <laughs> ああ、びっくりした。おはよう。どうしたのお兄さん。そんなに慌てて。ああ、スカートね。ちょっと短くしてみよう、的な。<laughs> 大丈夫、大丈夫。次ナンパされても大丈夫なように、ちゃんと防犯グッズ持ち歩くようにしたの。心配してくれてありがとう。 おはよう。聞いてよ、お兄さん。赤点ゼロだった。見た目チャラくなったけど、ちゃんと優等生だよ。学生の本文だからね。ねえ、お兄さんさ、彼女さんいないのそっか。いや、この前のお礼にネクタイ買ったんだけど、彼女さんがいたら迷惑になっちゃうかなって。え ナンパから助けてくれたお礼だよ。いいから、受け取って。おはよう、お兄さん。ネクタイつけてくれたんだ。嬉しい。でも、曲がってるね。<laughs> じっとして。直してあげる。うん、これでよし。思った通り、その色似合うね。 お,はようお兄さんねえねえお兄さんっていつもコンビニ弁当なのえー、体によくないよ私、最近お弁当作りにハマっててさこれよかったら食べてくれないかなダメだったら全然大丈夫なんだけどいいのじゃあまた明日感想を聞かせて お弁当箱はその時返してくれたらいいから。あ、どうだった美味しかったほんとすっごい嬉しい。えお弁当作り始めた理由うーん、好きな人に食べてほしくって、かな。おはよう、お兄さん。 私バイトしてるんだけどね。昨日そこに先生が飲みに来てさ。めちゃくちゃ焦ったんだよ。もう、笑い事じゃないってば。あ、お兄さん、おはー。これこれね、おしるこコンポタかおしるこか悩んで、一緒に押したらこっちが出てきたの。え 今の若い子も飲むのって。飲むよ。てかお兄さんと私、そんなに年離れてなくないゴーサーだよ、ゴーサー。おはよう、お兄さん。ねえ、昨日さ、飲み会だったのううん。実はお兄さんが飲みに来てた居酒屋ね。私がバイトしてるとこだったの。 私は上がりの時間だったから、オーダー取りに行ったりはしなかったけど、お兄さんの隣の人、やけに慣れ馴れしかったなぁと思って。ああ、同期なんだ。お兄さんもちゃんと社会人なんだね。おはよう、お兄さん。はい、これ今日のお弁当。毎日綺麗に食べてくれてて、嬉しいよ。え、美味しいから もう、<laughs> 褒めても何も出ないよー。あんおはよう。ごめんね。ちょっと考え事してて。ねえ、お兄さん。引っ越すなら、山か海、どっちがいいううん。会えなくなるわけじゃないよ。ほら、キノコタケノコ戦争みたいなもん。どっちかなーって。山 ああ、海だと津波とか怖いからか。確かにね。<laughs> 聞かせてくれてありがとう。うーん。おはよう、お兄さん。うー、んうん、ちょっと寝不足でね。<laughs> 出会った時にもこんな話したね。うん、うん、今度はテストじゃないよ。 ちょっと好きな人のことで困っててさ。好きな人がね。ああ、年上なんだけど、多分、私のこと意識してくれてなくて。積極的になるべきやっぱりそうかな。そうだよね。行動しなきゃ何も変わらないよね。うん。ありがとう、お兄さん。私頑張ってみるよ。 こんばんは、お兄さん。帰りに会うのは、私がナンパされた時以来だね。ううん。たまたまじゃないよ。お兄さんのこと待ってたの。いつもこの時間に電車乗るの知ってたから。なんでって。知ってるよ。お兄さんのこと大好きだもん。答えになってないあー、そうだな。 じゃあ、お兄さんが次起きたら全部話してあげるおやすみお兄さんおはようお兄さん目覚めた体痛いとこない大丈夫よかったスタンガンなんて人に使うの初めてだから起きなかったらどうしようかと思ったよ ここどこ <laughs> 今日からお兄さんと私の家だよ。お兄さん言ってくれたでしょ好きな人には積極的になるべきだって。だからお兄さんのこと監禁しちゃおうと思って。ああ、そうだ。全部話すって約束したよね。とりあえず昨日聞かれたことに答えるね。えー、っと。 なんであの電車に乗るの知ってたか、だっけ。ふっ、単純な話。私が渡してたお弁当と、その袋に GPS つけてたからだよ。なんでそんなことするかうーん。私ね、ずっとお兄さんが好きだったの。ハンカチ拾ってくれた時から、優しい人だなとは思ってたけど、 ナンパから守ってくれたのが一番のきっかけかなそこからお兄さんの好みに寄せたんだよスカートも短くして髪も染めてね見た目だけならお兄さんの好みどんピシャでしょふん <laughs> 好きな人のことは何でも知りたいタイプだからねお兄さんがどこに住んでて何のお仕事しててどんな子が好みで 寝る時間は何時なのかもわかるよ。食の好みも、好きなタイプも、誰を好きかもぜーんぶ知ってる。好きなんでしょあの同期の人。私、あの人よりお兄さんのこと好きな自信あるよ。でも、あの人の方が長くお兄さんと一緒にいるの。だって、私がお兄さんに会えるのは、朝の電車に乗ってる間だけ。 時間にしたら20分もないね。だから、あの人より長い時間一緒にいればいいんだと思ったの。今日からは、おはようからおやすみまでずっと一緒だよ。なんでそんな顔するの嬉しくない嬉しいわけないか。それは、あの人が好きだったから でもあの人彼氏いるよ。え知らなかったんだ。そうだよ。彼氏持ち。でも、私はお兄さんのことだけが好き。全部をお兄さんに捧げる覚悟がある。どう私と一緒に暮らさないまあ嫌だって言っても、この家からは出さないけどね。 じゃあ私学校の時間だからもう行くね。え仕事 <laughs> 行かせるわけないでしょ。この家でおとなしくしててね。そうでないと、私、お兄さんの同期の人、傷つけちゃうかもしれないから。じゃ、行ってきます。ただいまお兄さん。 なんで無視するのわかった、すねてるんだ。かわいいな。あ、お腹すかないお兄さんが好きな生姜焼き作ったんだけど、どう食べてくれないかー。まあいいや、お水だけ飲んでくれる大丈夫。何も入れてないよ。 だって、私がお兄さんに危害を加えたのは、ここに連れてきたかったからだもん。もう目的は達成してる。これ以上何かする必要はないでしょうん <laughs> 分ん。わかってくれてよかった。お水は大事だからね。もう、かくなに口聞いてくれないきいいよ、それでも。時間は。 たっぷりあるからね朝だよおはようお兄さん <laughs> 寝ぼけてたのかなおはようって言っちゃったねそりゃあ1ヶ月近くも毎日私におはようって言ってくれてたんだもん癖にもなっちゃうよ嬉しいなお兄さんの日常の中に私がいるのああそうだ 朝ごはんできてるよ朝はパンでいいんだよね。サンドイッチ作ったから机の上に置いとくね。昨日晩ごはん食べてないからお腹空いてるでしょ私いない方が食べやすいかな。じゃあ今日は早めに出るね。行ってきますお兄さん。お兄さんおはよう。昨日は 晩ご飯まで食べてくれて嬉しかったよ。これで食事には何も入れないって安心してくれたかな。大丈夫だよ。これから先も何も入れない。お兄さんが美味しいってお弁当を食べてくれるの嬉しかったんだもん。私、それまで誰にも手作りのご飯なんて振る舞ったことなかったし。お兄さんのために料理勉強したんだよ。 最初は大変だったけど、今はすごい楽しい。だから、食べてくれてありがとう。じゃあ、今日は一緒に食べよっか。今日は和食にしてみたんだ。ご飯とお味噌汁と鮭。うまく焼けてるといいんだけど、どうかな。お兄さん、ただいまー。あれ お昼寝してたのごめんね、起こしちゃって。おはよう。んどうしたのえお風呂掃除してくれたのほんと助かる。ありがとう。<laughs> あ、一緒に入る <laughs> 嘘だよ。ごめん、ごめん、からかっただけ。 晩ご晩御飯何がいいなんだったら一緒に買い物行くうんいいよ別にお兄さんが私の元から逃げようとしないんだったらねじゃあ行こっかあ転ばないように手つなごわお兄さんが逃げないっていうから一緒に買い物行ったんだよ。 お兄さんは私を裏切るんだね。うん、安心してよ。私はお兄さんを殺したりなんてしないし、いらないなんて絶対に言わない。でも、逃げられないようにはしないといけない。だからさ、ちょっとだけ、痛い思いしてもらってもいいかな。もう逃げようなんて思えないように、 その体に教え込んであげるから。覚悟しててね、お兄さん。